え、それでは、シリウスステークスとスプリンターズステークス事前調査いきますよ。はい、その前ね副賞生活、また人気でしたけど、ダイエットニック。はい、ミスプロ系ってことだけで頑張りました。ありがとうございました。相手あれたんで1.4倍です。ありがとうございました。はい、次、7万7千円か。なかなかやばいな。なかなかやばいことあってきてるぐらい。はい。えー、神戸新聞杯ですけど、まさかのエポカドールで遅れ。 じゃあ、戸崎の西。西で戸崎キやかすのはもうイエな。もう戸サほんま今年あかん。今年とかもう,もう,もうあかんもんこれ。もう嫌。せっかくエタリオ2着突っ込んできたのに。3着が違いますし、ワイでも当たってません。ありがとうございました。オールカマーの方は。はい、なんとかミスプロ系で一応ダンビライト3着突っ込んでくれたんでありがとうございました。 はい。三連弾ちまうってレイデオロを対抗にしてもうたね。間違えた。間違えたんか知りませんけど、ちょっと痛いですね。三連弾取りこぼしです。すいません。普通にレイデオロだけでよかったです。ありがとうございました。てことで、本ちゃん本ちゃん出走表の前なんかあったな。ああ、妄想終支ですか行きましょうか。レッチゴーはい、妄想終支の方ですけど、結局オールカマー仕方ってないんで60、60%です。残念頑張ってください。で、来週から G1 始まるんで、 はい、デムロ単を買い続けたらので、無たら一応参考にまた取っておきますので、よろしくお願いします。いよいよ G1 ですか。スプリンターズから、週刊賞、喫下賞、天皇賞、秋、エリザベス、舞ちゃん、ジャパンカップ、チャンピオンズカップ、8日目のロフィーズ、アサフィー、ハ、は、イ、い、フューチュリティステークス、アリマ記念、ホープフルステークスとなってますんで、よろしくお願いします。 はい。そして、副所生活ですけど、手堅いとこ行ってますけど、一応1万円からポンポンポンで7て7万0千までゲットしてますんで、次も頑張りますんで、よろしくお願いします。副、え、所、ー、生活は回収率がなんとか97%か。はい。この後次、多分来週7万7千から、そまも、ポーンっていくと思うんで、また、手堅いとこ、2倍以下かな。うん。ほんまに堅いとこ行くんで、よろしくお願いします。それでは、出走表行きましょう。 はい。それでは出走表行きましょう。名前に、えー、都合良くても悪くても放送します。いつも通りの復唱生活ですか誰でしたっけ、私。あ、外棒特別ですよね。はい。こちら、えーと、余談ですけど、大ビンゴでした。イレーション、シャレルマーニュ、ダイアトニックで印打ったんですけど、まさかですね。はい。 八問ダイトニックスさんですね。前奏人気で負けても人気応えらず負けてもうたんと、えー、もともとね、機能借りてました。ミスプロ系が今日、えー、機能か、えー。珍しく爆走してるよっていうことで。うん。で、 ええと、この日ね、結構サンデー系が活躍、平野郎系が活躍したんですけど、まあまあ、ミスプロ系見た感じおらんかったんで、まあまあまあ、しゃあなかったかなって感じですね。はい。えー、今回唯一のミスプロに近いね、有力候補が一おったんで、ここで勝負したんですけど。はい。しかもね、えー、他の馬たち戦団見ながらのこの位置からでも、すごい最後上がり使うんやなあとやっぱ能力あるなと思った一戦でした。ロードカナラサンクス、スピードがあります、ね、やっぱり。はい。 で、ちなみに、えっ、ー、と、オールカマーの時に説明したか分かりませんけど、シーコス代わりで、今のババの傾向、多分、もしかしたらいいのが、いいこぼしてたんかな。土曜日の傾向見てると、ミスプレイ系活躍するんと、はい、中山でよくあります。えー、打ち出し、こちらが非常に決まると。はい、枠上打ちとかいうよりも、打ちから刺してくるうん、ロスなく打ちで立ち回ってくるがね、非常に、えー、もう、 5回5回というか差し切り5回、はい、外でね、えー、よくまくって上がれる馬とかよく言うんですけど、なんか今ね、外でね、まくってきた馬、もうちょっとでも外やったらね、一列でも外やったらね、もう差し切れませんわ。うん。 はい、うちでロスなく、えー、イレーション、その理由でうちで上がりが使えるまってことで、イレーション、うちからさしてきたユースケさんと、シャルルマーには、えー、前走2番人気、人気答えながら惨敗した馬、えー、こちらベタな、えー、人気からの、えー、一頭。と、あともう一頭が、その、ロードカナラさん食ってことでしかも前走人気答えれんかった、この、えー、最後、ギリギリさせましたけど、ダイエットニックさんと。はい、この3頭で決まって、超いい、ありがとうございました。ただ、私、馬券、まともに、そんな、勝ってません。あ、ちょっぽーしと思っても、あ、やっぱり、副賞の、副賞、 もうしか凍うてないと思って、あっちゃっちゃーと思ってね。あれだあーと思って、なんと、イレーションが一応参考に言っておきましょう。来週続くか知れません。来週最終週ですけど、来週のどうなるかわかりません。外出しが決まるかちょっとわかりませんけど、うん。えー、シーコース代わりっていうことで、うちのね、えー、ラチが良くなるってことで、イレーションが、はい。えーと、それまでね、まあ、全さちょっと、 えー、参考外として、それまで上がり使ってたってことで、はい。上がり再生も何回かマークしてますし、イレーションと、うちで上がりが使えるで、シャレル・マーニュさんが、えー、前奏2番人気で3敗以上、それだけです。はい。人気に応えれんかって、今回2落としても、はい。で、ダイアトニックさんが、えー、ミスプロ系プラス、はい。えー、前奏人気出たんですけど、2着でちょっと応えれづらかった。んで、もうちょっと言ってたのが、えー、負けた相手がね、えー、重症版のブゼット・ジョリーとエルビッシュクリアザ・トラックとか、ちょっとここら辺有力候補に負けたん。 っていうところで結構ね、えー、評価しましたんでありがとうございました。まさかのこの3とで決まると思ってなかったんですけど、えー、リピーターフタミですね、これ。 はまあ、そんな感じええー、と、印さんとって、ああ、副社長かと凍ってないで、ああ、もうね、もう気づいたらね、グリーンチャンネル始まってたんや、30分後。あれやと思って、あまあ、ええかと思って。まあ、そんなまともにね、解明とかこの3度しか言ってないしな、どうしようかなぁと思ってたんですけど。2番4番スタートよく出てとああ、お、お、ええー、感じか。まあまあ、ええわーと思って。うん、まあ、最悪失速して3、4着やったらええかな、こいつらと思ったんですけど、重たより折り合いついた4番と。はい、2番持つ、重たよりうりうちでロスなく、ゆうすけさん折り合いついてもうたんと。はい。 まあ、8番来るのはどうにしてもないしなーと思って、8番ちょっと後ろよねーと思って、まあ、これじゃさすがにサントと馬券ラぶ共存することないんかなーっていうサントだったんですけど <laughs>。はい。えー、もう、蓋を開けてみればね、もう開けっぱなしだ、これ。もうこれ、蓋を開けてみれば、開けっぱなしだ、これ。 何がまあ、何がよ、これ。まあ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 、4、2、2 4はまあ、なんか、うちから崩すなく来るかなと思って、4がどうかなと思ったんですけど、4はまあまあ、下手したら、でも、外からピンク二と来てるだけやからな、このピンク二とどうせ失速するやろうと思って、ああ、じゃあこれ必然的に宇宙人が来て、うんうん最後10が来たら、まあまあ、許そうか。8でも4着やったら、復章生活当たらんしなあと思って、ああ、まあええかと思ったんですけど、あ、思ったより、うんうんうん、このままでとやばいぞ、と思って、やばいけど、まあ、復章生活当たってるけど、そのまま、あああ、ちゃっぽしゅー、全員が、 悪い。あちゃ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 。あ、もう5日間しかありがとうございました。もうお腹痛いです。えー、お腹痛い。これお腹痛い。いや、朝から下痢が止まらんな。まあ、朝から下痢止まらんかったても、このレース関係なかったけど。いや、これ痛いな、はい。すいません、もういいですか。ありがとうございました。ってことで、副賞生活じゃなくて何でしたっけあ、そろそろ、事前調査行きましょう。予断が過ぎました。ありがとうございました。シリウスステークスからですね、今週、ノン重症レースございません。 はい。阪神ダート2000メートルです。1008と何が違いますかちゅーと、もべたですね。はい。えー、コス形状出てきますが、芝スタートとなってます。一応若干の芝適性がいるんかなっていう、ちょっと、はてなの部分が多い。あとは外枠発想。芝がちょっと長いよって言いながらも、そこまで影響あるんかっちゅうぐらいのちょっと芝。 2000メートルからのこのね、パーセンテージ考えると中山線いいとこと違うんで、全体のパーセンテージ考えると、うん、正直5%パーぐらいしか芝入ってないんでね、全体の交通形状の、うん、と思ってるところなんですけど、はい。どうしようかなと思って、特にそんな芝適正とかそこまでを重視しておりません。はい。で、この舞台ね、正直、まあ去年は名称住友がね、ちょっと思わぬ形で突っ込んできましたけど、基本はまあ,まあ、無難に人気通り高うてた過去さんなさってますし、うん。 で、えー、今回ハンデ戦ということで、ハンデ気にされてますけど、まあ大体トップハンデでも普通に馬券絡むようなとこなんで、よっぽど59とか意味わからん金利を背負わさらん限りは OK だと思ってます。はい。で、ハンデ戦でまだ金利出てません。そらそうです。うん、これ月曜日の、えー、月曜日やな。月曜日の夕方ぐらいかな。確か出たはずなんで。 で、まあ、ハンデ込みで自己調査でしたいんで、まあ、ハンデ正直気にしてません。うーん、掲示板見に行きましたけど、大体いいハンデ、なんかね、ハンデを勝手にまあ、言い方悪いですけど、ハンデ勝手にそ想してる掲示板結構ありますけど、まあ、どうでもいいですもん、正直。57.5、56、いや、58じゃないやろ、みたいな。いや,いや、そんなに出るばじゃん、ね、そんなもん、ハンデキャッパー決めること黙ってみといてないや指加えて見とけ、そんなもん。 あ、すいません。動画過ぎました。ありがとうございました。どうも申し訳ございません。はい。で、賞金頭、まさかの名称タゲっていうね。あれやと思ってここ、あんまりあれですよね。最近なんか、あれかな。ちょろ、ち,ちろい出してるか。高齢レーバーたちが引退した関係ですか。思ったらね、1億円プレイヤーが最近ダートいなくなってきたんですよね。うーん、と思って。昔ね、ワンダーキュートとかそこら辺の、うん、大前ですけど、おったんですけど。あ、6000万とかがトップなんやなと思って。はい。 あんまり、ま、有力馬は出てきてないんかな、と思って。えー、6000万最高。はい、もう、2番手にコパノチャーリー4000万とかですもんね。ナムララシ、あとグレートパールとか、いろいろいます。はい。で、えー、一応22頭立てで、えー、と、賞金順ですけど、はい。ここからの2000万前後の馬たちの賞金争いに見えるんですけど、えー、重賞、皆さん気をつけてください。 えーとですね、普通にこの平地獲得賞金がそのままね、賞金順で順番に決められるんじゃなくて、はい、過去1年ですね、の賞金プラス加算されるんで、まあ言いますと、金層ですね、買ってきたまあ賞金稼いだままは、プラスアルファされますんで、はい、それを考慮するとですね、 はい。えっ、ー、と、確かちょろっと見てたんですけど、ヒロブレイブがギギー出られへんのかなミロブレイブ出られへんけど、ウエスタールンドが出れるとか、えー、そういう辞書が来てるんで、あらかじめご了承ください、えー。ほんまにそこら辺は学習してください。はい。学習してください。勉強してください、そこら辺。はい。長々とすいません。で、何をうとしてたのか忘れました。何やったっけ はい、えー。本命候補ですね。えー、まず事前調査のあれですよね。えー、出走表の、えー、おつかりました。はい。えー、グレートパール1番人気、2番人気、サンライズ、ソア、3番人気が誰ですか誰かいましたかと。えア、ー、オメガパフュ、えーム、クイーンズサターンとか言いますね。はい、えー、ここら辺です。うん。で、まあ、普通に、えー、今回、 もう、ベタに、本命対抗はもう、スッと決めました。もう、そんな考えてません。この舞台は、正直も、え、半死2000メートル、急高2回もありますんで、あんまりね、逃げが決まりづらいんで、はい、で、ラストに上がり、大体サンハロンがね、2位、1位をほぼマークする、できる間が、やっぱいいっていうことで、上がり重視で、え、強度と違って前残りなかなかす、え、まあ、少ないこともないんですけど、ある程度上がり使いに高いよっていうことで、とりあえず本命はね、 え何を考えてこいつですよね。はい。グレートパルですね。えー、前走人気背負ってやらかしましたけ果。はい。北の星中内田さんに安城川野さん、鉄板の方程式もう一回組んでください。はい。アンタレスステークス上がり最速で勝ちましたし、まあ、それまでもね、ニーガーステークスとかこれに条件戦すべて上がり、2、えー、い以内マークしてますんで。うん。ちょっとやっぱ能力はいいと抜けてます。で、えーとね、 前奏の負けた範囲、負けた範囲っていうかもう前奏の範囲、負けた範囲っても負けなんか言うてない話ですね。えー、範囲ですけど、型です。簡単だから。はい。えー、負けちゃったんですけど、断然人気って理由もありましたし。はい。えー、グレートパールってね、大型馬でね、基本バグに包まれて、えー、競馬するまじゃないんですよ。 はい。で、えっと、だいたい、何でしたっけえぇ、ー、ヘアセークスとか見てる限り、ね、イメージ湧きますよね。大外からまくっていくグレートパール。えー、ロスあっても豪快に、えー、外から差し切る。ね。えー、スタイルがグレートパール。まあだいたい見ててわかりますよね。なんですけど、このレースは、えー、ここまでにです。え外目追走。はい。バグに問まれる外目追走。あ、グレートパールらしい競馬。はい。なんですけど、はい。えー、ね、外外回って、これでいいんです。ロスあって。 でもこの系は、もうゆったり外で回れる系は。なんですけど、はい、4コーナー回るとき見てください。ストップモーション流れますかグレートパールさん赤坊の外目2頭目ですね。デーム迅人速の外にいますけど。はい。なんで外外回ってたのになんでここ打ち詰めたかっちゅうと、なんでですかチッ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 チチピンポーン。はい。2番人気。そして G1 馬に最も近いと言われる、テーム迅速さんをマークしていたからですよね、これね。ですよね、すいません。多分正解でしょ、これ。はい。ってことで、目標を間違えたんですよね、これね、テーム迅速のためにね、ちょっとね、打ち目通って頑張ったんですけど、まあ、外から被される、見せ場にかぶされたともあるんですけど、ちょっとこれじゃね、グレートパールらしい、えー、競馬できてませんし、まあ、テーム迅速目標にまあ、差し切ったんならいいでしょうってと,とこなんですけど、はい。まあ終わ で見れば、しめしめとサラリーソに逃げられたん。 まあ一応目標のテーブ迅速差し切ってゴールインってことでまあ彼の目標達成できたんでしょうねこれ。いやそんなやってる場合じゃないんですすいません <laughs>。あのもうそんなやってる場合じゃなくて目標関係なくすいません素直に外回してくださいっていう注文だったんですけどまあこんな感じです。ありがとうございました。うん。でも安み焼きアンドレステークス買っちゃいましたし、正直このヘアンステークス明治仕上げじゃなかったみたいです。うん、太め残りな感じしたんでね。はい。というとんで私証明言ってたのかちょっと分かりませんけどまあこんな感じです。ありがとうございました。ってことで自然と、え次のレースも外からまくっていけば期待してます。うん。 はい。まあ、強いて言うなら枠順もね、ま、うちでもいいですけど、正直、外枠がいいですよね。ロスなくも、そのまま外、外。うん。変に内枠スタートして、変に守られるより、やっぱり津波外。まあ、下げて外回しても一緒なんですけど、うん、内枠でね、えー、外回してもらったら、結局その分ロス出ちゃうんで、それやったら、あんまり中枠から、素直にそのまま、えー、直線求める振動が、ロスないんで。はい。中枠。 外すぎず中枠ぐらいスタートでお願いします。はい。で、えー、と、太鼓候補ですけど、まあ、こちら曲がり使いで最近確実なクイーンズサターンです。えー、このままグレートパールドで前奏一番人気の惨敗は共通点です。ただ、ここ、安城がなんと、やめてくれと思ったんですけど、安城なんと、戸崎ティさんです。タラちゃんです。 えま、あそんな感じや。いやー、C さんやったらね、ヘアンステークスどういう買ったろかな、思ったんやけどなー、と思って。あ、ちゃー、と思って、また他の KT さん継続ですなんでや、と思って、西来て KT さんって、お前、またこれ柔らかそうに、ちゃー、と思ったんですけど。おい、お前今日エポコードル柔らかしたぞ、と思ったんやけど、まあ、一応買っとこうか。これ馬が強いから。はい、以上です。もう全装一番人気。上がりが使えるもう以上です。ありがとうございました。上がり最速、きっちりマークできてるの、このま,まです。ありがとうございました。はい。 半神2000メートル問題ないと思いますよ。うん。正直この間に、えー、語る理由ございません。注文ないですもん。佐々木さん素直に外回ってさせてくださいって感じなんで。変にうち時間で頑張ってくださいって感じですね。はい。言うことないです。うん。明かりが使える前作一番日記で負けました。以上です。はい。で、一応ここもう一度特殊ボっておきましょう。えー、一応ね、ここ他の人気が先言いました。えっと、メガパフューム安情が未定なんでちょっとわかりづらいんと。あとサンライズは、 え、前奏デムちゃんがうまいこと乗ってね、しめしめと買ったんですけど、今回、んどうかなと思ったと、休み明けやし、と思って。はい。で、それを考えると、ここ特注場、ちょっと注目したいのが1頭でいます。ちょっと、え、予想図、かなり穴なんですけど、そんな穴あるんかなっていうのは1頭紹介しておきます。はい。皆さんご存知ですかこの、まあ、ウエスタールンドですね。知ってる方は知ってるんでしょうけど、多分最近、えー、頭角をらしたんで、あんまり多分知ってる方少ないかもしれないです。ほい。 ええとね、まあ、それもそのはず、えー、1年5ヶ月明けっていうことで、しかもそれまで芝のね、上京戦走ってましたっいうことで。はい。えー、芝でずっと惨敗しまくってて、これ何,何があったのか知りません。怪我したのか知りませんけど、1年5ヶ月明け。すみません。ここで一切知ってませんけど、あとダート来て2千負けなしですわ。はい。で、ま、あそれはいいんですけど、ええー、とね、その、ええー、買った箱館の1000万のこのダート1700メ、えートル、35秒9という上がりで買ってますけど、 まあ、すごいですわ。まあ、すごい。えー、大外14番ですけど。お前初めてのダートかっていうぐらい。はい。えー、スタートしました。お外なんで、まあ砂被らずのスタート。ゆっくりですけど。はい。えー、と、まあ、先頭外枠の間が各馬引っ張っていったんですけど、14番の馬はどこいますかと思って、ここにいますね。はい。横、えー、耳あたり、は、えー、に、えー、白いものつけてます。えー、名前忘れましたけど、はい。で、えー、この馬ね、 えー、スパートっていうか、長い足が非常に使えてね、息が続くんですね。すごい、外から今まくっていってますけど。はい。で、この時の足がね、長く癒しよく使うって言いますけどね、癒しっていうか、もう素晴らしい足ですね、これ。癒しより癒しよりこれ。めちゃくちゃ早いねんで、これ。はい。ラスト、えー、サンハロン。もうやばい。長く癒しって言うけどね、もうずっとキレッキレやもん。もう一足ちゃうもん、これ。 はぁーと思って、これ初ダートでこのパフォーマンスかと思って、最後流してますしね。はい。で、ダートのね、両馬場でね、36秒9万、1000万ですよ。いないっしょ、これ。早すぎるやろと思って、お前。うわーと思って。はい。まあ、逃げたサトプライムかなは、ちょっと足上がって37秒になりましたけど、じゃあここで上がり最速誰ですかっていうとね、追い込んできたまですらね、37秒台ですよ。うん。多分それぐらい乾燥してたと思う。普通大イテストの前も。うん。 やばいね。35秒9なんで。ちょっと次元ちゃうなって思った上がりでした、これ。素晴らしい。はい。前走1600万小倉ですけど、安上が北丸有下に変わりましたと。まあ、小倉なんで北丸有下4は似合やなと思ったんです。けどうん。で、この時はね、上がり最速マークしてないんですけど、えー、4番ですよね。はい。えー、もうこっからですね、先頭が今3、4番手、5番手まで移りましたんで、この後の、えー、4番の いましたねここからも5歳にかかってますけど正直まだねラストね 600m になってないんですよもうちょっと最初から見ましょうかえー、スタートしてねゆっくりやってね、えー、1コーナー回るまでは、えー、最後方じゃないすいません後方一応2投目か実質後方2投目、えー、からのスタートだったんですけどはい、えー、1コーナーいや2コーナー回ってからですよねこれ残りラスト600とか関係なくですね中で残り 8001000m ぐらいかはいこっからの5サインですよね こっからね、一刀上がり、上がりっていうかね、もうね、茶わしみしとるんで、あ、上がっていったわ、と思って。あれやれや、と思って、早いと思って。もうこっから、んで、えー、まあ、一応先頭の馬を見ながらなるんですけど、うん。あんだけね、変則的なスパートにも応えれますし、うん、馬が従順すぎるんでしょうか。うん。で、一応馬、前の馬を見ながらなんですけど、こっからですね、残り600切ってからがね、さらにスパートが素晴らしゅですね、うん。こっからね、また上がり2位使えるっていう、ちょっと意味やからん次元の馬なんですけど、 はい。もう暗状のエスコートに応えれると、はい。もう、足、一回ゴーサインかけたら足が止まらんちゅうね。ちょっとやっぱ異次元な足ですね。はい。何んだけスパートかけたのに、まだ上がりにいい使えるんやっちゅう足やったんで、ちょっとやっぱ違いますね。もう最後もな流してますよ。もう後ろ来ないんで。はい。かなりの圧倒的ですね。これ、2着場に何秒差ですかっていうくらいですね。何バシンですかっちゅうくらいつけてるんで、ありがとうございました。流してこれなんで、3バシンぐらいついてました。今最後。2バシンですか2 1>, 1分の1バシンですか。これは強いです。か負けたい。負けたい。負けたんがタガノディゴです。わ。もうなかなか強いですよね。はい。これは強いと思います。期待しておきましょう。ほんまにダあと2戦目ですか、このまま。偽装してませんああ、偽装してないですね。2-0-0-0ですか。これは多分期待ですわ。はい。 で、えー、もう一個、えー、と、豆知識ですけども、ネオニバース3区っていうことで、ネオニニンクってイメージ皆さん湧きますかちょっとマイナーですよね、今ね。ちょっと、新種肪出てきて。ネオニもともとね、芝よりダートが強いんですね。ここ意外なんで覚えておいてください。もしかしたら覚え方が間違ってる方いますけど、芝よりはやっぱ比較的ダート。で、えー、芝とダート共通していることが、えー、これも綺麗です。距離は伸びた方が伸びる。 伸びた方が伸びる。伸びるっていうのはこれ帯がね。帯が伸びる。伸びた方が伸びる。これで覚えててください。はい。方もクソもけどはい。ダータもそうです。はい。伸びた方が伸びる。わかりましたかありがとうございました。てことで必然的にこの1 0 8を使われますけど、2000メートルったら自然的にもうちょっと伸びますよ。3着以内はですけど。はい、頑張ってください。はい。坂はある方がいいですね、用にはね。 はい。えー、重症2228ですけど、確かネオイで、ピオネルかな多分そんな分野と思います。えー、ピオネルも確か重症とかで活躍しとったんで。はい。強いです。ありがとうございました。はい。ちょっとほんまに注目したいんで、これが予想図ね、北村義さんで11番人気でしょ。絶対嘘やろうと思って。いやいやいや、2000負けなしだと思うダめたらあかんぞと思って。いや、これがこの人気だったらめちゃくちゃ買うけどなと思って。はい。もういいですかかりました。ありがとうございました。はい。 長々なかなかと今日は結構長いな。結構今日は長いと尺が。尺が長いとここからワンが大丈夫かこれ。はい。スプリンダーズステークスお待たせしました。なんと、時間よすぎました。お待たせしました。もう、漢字の g を忘れてる。最近、最近ってかもうずっと俺ワンは成績悪いがあんまりね、紹介したくないんですけど、紹介しておきましょう。はい。いきますよ。予想図見ときましょうか。ネット競バさんお借りします。スプリンダーズステークスですけど。 一番人気、ファイン、ドル二番人気、ナックビナス、ナックビナス、しかも、安城、モレちゃんが、スプリングステーク、初、騎場ですよね、多分ね。はい、夏競馬以外で、初めて来たんちゃうかっていうぐらいですね。はい、あとは、レッドファルクス、レッツゴー、ドンキ。そして、もう一頭、安城は、えー、ちょっと悲劇が来たんが、レッドファルクスが、安、え、城、ー、トサキ、ケイティさんとなってます。ここ、デムちゃんが乗れません。今日、昨日が、騎場停止受けましたんで、あっちゃーと思って、これ、デムちゃん痛いやろうなと思ったんですけど、レッドファルクス、なんと、ケイティさんこれは人気落ちるでしょうね。 はい。もう、ケイティさんで今年馬券コリごリしてる方いっぱいいますわ。うん。て言うなら、初期賞ダービーナ100億ードールぐらいしか多分見てませんわ。はい。と思ってます。以上です。ありがとうございました。はい。で、えー、ここもね、正直素直に行きましょうか。で、えっ、ー、とね、正直もう人気2等のどっちかやと思っとるんで、どっち方面にしようと思って、誰したっけえっ、ー、と、ファインニードル誰か。えー、クくみやすですね。うん。 でまぁ、あ、ファイニードルは多分人気、もしかしたら一番人気。まあ一番人気でしょうね。自慢前してね。うん。ですよな。ナックビーナスが,が一番人気になることないよね。モレちゃん乗ったとしても多分ないですわ。うん。単の動き見てる限り多分ンファイニードルは売れますわ。で、えー、一番人気のファイニードルがそのまま勝ちきりそうなんですけど、ここはちょっとやっぱモレちゃんの決定力を信じてですね、ナックビーナス本命で行かしてもらいたいと思います。うん。はい。えっ、ー、とね。でまぁ、あ、前走えー、キーランド カップですか、えー、着馬に圧勝、えー、もう相手、敵なしの、相手がレベル低いって言ったらあれなんですけど、それでも敵なしの、えー、ほんまに、ええ逃走劇んですけど、もうレ、ね、ッやっぱスタートも綺麗に決まりますし、流し方やっぱ重いですよね、これね。マイペース、マイペースって言ってもそんだけね、そん,、ね、そんな、えー、点遅くなかったんですけどね、スピード落としたかもそんななかったんですけど。 やっぱりね、促し方非常にうまいですよ、この方、うん。やっぱマジックマンって余力だけありますもん。うん。あるわ、これ。はい。えー、もう、後続突き放してませんもんね。最後流してますからね、もう。ラスト1波論余力残してますんで。すげえな、と思って。G1 に向けても余力残してるやん、と思って。漏れちゃんもう乗る前提で余力残してるやん、と思って。はい。すごいわ。流しても1分9分ですって。もう確実に流してますね、これはい。1着場にコンマ4差です。 強いですで中山適正も言うことないですねオーシャンステークス2着ですしはいそれまで中山で強いよってもともと言ってた馬なんで頑張ってくださいもう中山ですこの場合、はい、もうもともと強いんでまあ2番人気で逆転候補って多分この馬でしょうねはいで対抗にファインニードルですねこれはもう仕方がないでしょうちょっとナックビーナスを応援しすぎた関係でファインニードル2番って評価になってますえー、このままね 前奏正直ね、仕上がり悪かった、悪かったっていうか、よく、そんなよろしいなかったみたいなんですけど、一応もう相手ラブカンプ、一応今、色によってラブカンプに勝ったってことで評価できるでしょうね。しかも差し切ってますんで、え、上がりがちょっとすごい上がり使ってます。え、トップハンデですよ。トップハンデでこの上がりカっちゅう上がり使ってます。完璧でした。ありがとうございました。はい。状態上げていくってことで、やっぱり前奏仕上がり5、6部だったらしいです。あれで5、6部かっちゅうくらいね、5 8キロするとあれで5、6部、嘘やろって感じなんですけど、まあこの2等ですよね。はい。うん もう何も考えて、ここのワイドを2倍 ?3 倍 ?3 倍ついたらしいか ?3 倍ついたらこのワイド買った方がいいと思ってますけど。はい。多分多分揺るがんと思いますけどね。ここね。もう本命対抗変わるかなぐらいです。はい。で、ここも一応ね、特注をっておきましょう。えー、さっき言いました、レッツゴードン、残響するゴードンギゃャレッドハルクスが、とさキケイテちょっと嫌やなと思ってますんと、ラブカンプーがね、はい、えー、痛く、デムちゃんが乗れないんですよね。 レトラックスがもともと乗るようだから、ワダリュさんがもともと。うーん、でもじゃあ乗れないとで。ラブカンプちょっともう使いすぎて毎回言ってますんですけど。うん、さすがにしかも中山初めての、ね、G1。厳しいやろうと思ってるんと。はい。あと、レッズゴドンキーですよね、問題ね。えー、ゼスを叩いてここやろうってビシッとやった今回はって言ってるんですけど。 にしても負けすぎちゃうっていう内容ですよね。普段ね、休み明けの前哨戦というよりでもね、確実に馬券には絡んできたまなんで、それ考えるとちょっと今年のこれはね、5着スタートはまずいんちゃうかなと思ってますね。まぁ g はねもう1回あってもいいですけど、確かに今年もね、高松の現着でね、おとはないんですよね。勝ちパターンできて負けてるだけなんで、確かに強いんですけど、ちょっとそんな目標ができないなと思って、もうこんなもんかなと思ってますね。で、ここ特注場1等、ちょっと注目したいん、 がここですね。これは面白いと思ってます。アレスバロードちゃんですね。ちなみに何番人気ですか ?5 番人気、藤岡佑介さん。いいでしょう。はい。安城藤岡佑介さんに決まったみたいです。藤岡佑介さん、今年、ちょっと鼻につくとこあるんで頑張ってください。受賞練習、アレスバロード挑戦狙うってことです。そのままです。はい。そのままです。もう重賞練習。はい。ちょっと前さんもびっくりするぐらいだったんで、はい。 えー、必死で買ってるんで、はい。あもう強いでしょうね。はい。で、アレスバラウズもね、もともと、中山1600万条件ですけど、デムちゃん乗って買ってますんで、ここ、えー、中山適正問題ないと。 一応まあ夏から数えて3層目なんで、まあまあ、しかもじっくり1ヶ月ね、ちょっと開けての、えー、大体このパターン来てるんで、まあ今回も大丈夫だと思ってます。うん、ちょっとやっぱこのままが今勢いあって面白いなと思ってます。もともとノルカルら生まれたんでね。はい。えー、ちょっと前まで村系っていうかちょっとあったんですけど、うん、ここへ来てやっぱ充実してきたなっていう内容を掴んでます。はい。で、 ようやくね、姉妹生かす競馬がいいんやなって、そうようやく気づいてきたんでしょうね。えー、もともと、11番のアレスバラードさん、やっぱり、えー、お外でも豪華一揆が、えー、基本だったんで、最近ちょっとね、うち、辺についたりとかしてね、ちょっとごちゃついた競馬してたんですけど、まあ、北九州記念見てる限り、うん。 えー、あの進路でも勝てるんやっていうね。うちでロス、貯め、ロスなく貯めて、えー、突き出すけばできたんで、まあ中山戦にでつま、つまいたとしても、まあまあ、器用な競馬、できるんじゃないかなと思います。もともとは、えー、11番、ナレスバラーズ3、えー、スタート、多分デムちゃんの出遅れくさかったんかな。多分結構候補な競馬やったと思いますけど、どこいますかありますね。はい、えー、外いますけど、はい、広報3止目ですね。今上がっていきましたけど。うん。 で、えー、大外から豪快機ですよね。緑棒さん、もうすでに先端に取り付こうとしてます。もう能力できてますよね。すごいですね。でも、ちょっと流したけど行ってますんで、能力で言ってますんで。はい。第4コーナー、ちょっと外回って。はい。えー、15番のアルマエルの後のやや外を持ち出して、最後上がりですね。うん。 まあ、長く癒し中よりはね、一瞬の切れも、ええー、い足なんで。うん、中山線には正直合うと思ってるんですよ。坂に答えられんと最後上がり出せるんで。はい、大聖戦だったんですけど、一応、え一馬身弱ですか四分の三馬身ぐらいかな一馬身か。えー、つけて買ってるんで。まあまあ、中山的にいいと思ってもす。34秒四っていうことが上がりやっぱすごい足使えるんで。はい、小回りさも気をに出てます。ちなみに、まあ、CBC 賞を外一気で豪快だったんですけど、ちなみにこの、 北九州験でうちから行きましたよね。違いました。なんか、用の競馬したなと思ったんですけど。違いましたっけヒッシーさんどうでしたですよね。うちで要するくですね。そうですね。うちの5番ですよね。はい。えー、この競馬できるなら、スプリンダーステークス対応できるんじゃないかな。サタも、サカも答えないと勝てる実績ありますし。うん。この競馬さえできれば、中山の先人はどちらでも大外の経験もありますし。うん。えー、枠人は、まあ、どっちでもいいけど。うん。はい。和尚だったんでね。 はい。1分6秒6ですもんね。ちょっとこれは期待していいんじゃないかなーと思ってますよ。はい。頑張ってください。ということで、以上ですかね。ですね。はい。また自己調査でお会いしましょうかね。うん。以上で、自転調査終わります。ご清聴ありがとうございました。